そんなことが。それで主言たちの行方は。ヘブンズの連なら知ってるかもしれない。ヘブンズの連。待ちなさい。連に会うつもりなの。手がかりはそれしかないんだ。よしなさい。みすみす死にに行くようなものだわ。俺はどうしても主言たちに会わなくちゃならないんだ。親父の仇を討つために。まだわからないよ。憲法は人を生かすためにこそある。己の感情に任せて剣を振るえばあなたも邪道に落ちるのよ。俺のことは放っておいてくれ。もうあなたに迷惑をかけたくないんだ。そうだったら買ってみなさい。ちょっといいかな。はい。何でしょう。ヘブンズって知らないか。ヘブンズ？さあ、心当たりないですが、それが何か。いや、いいんだ。ありがとう。すいません。何かな。ヘブンズって知ってますか。アバディーンを縄張りにしているストリートギャングだ。危険な連中だと聞いている。どうしても行くのか。ええ、老師は君のことを心配している。くれぐれも体には気をつけたまえ。わかりました。ありがとうございます。Save our progress and then head back to the Aberdeen. Going the wrong way.
How do I go in there without the ribbons? I talked to the girl at the convenience store, and I talked to the blonde girl over at the pigeon fountain. What else am I supposed to do? Anyone? わしにヘブンズのレンという男を知りませんか？わしは知らんわ。ちょっとしたことで何か地元。そうですか。すいません。なんじゃ？ヘブンズのレン。わしは知らん。ちょっとした何か地元。そうですか。すいません。なんじゃ？ヘブンズのレンと。わしは知らん。ちょっといいか。何？ヘブンズの知らない。そうか。すいません。なんじゃ。ヘブンズ。わしは知。すいません。ん？何？ヘブンズのレン。ヘブンズのレン。なんであんなやつを。ちょっと訳があって。やつの居所を知りませんか？そうだな。ビバリーヒルズワーフじゃない？ああ、そうかもな。あそこヘブンズのねぐらだし。ビバリーヒルズワーフ。わかりました。ありがとうございます。バリーヒルズワーフ、レンはここに。なんだてめえ、ここはよそ者が来る場所じゃねえや。怪我しねえうちにとっとと消えろ。ちょっと…ソーリー。そうか。See you, リョ。アイリン。ソーリー、リョ。ああ、
トクリンさん。おお、どうした。ビバリーヒルズワーフに入りたいんですが。ビバリーヒルズワーフか、難しいな。あそこはヘブンズの縄張りだし。まあヘブンズの連中に聞いてみるしかねえだろうな。ヘブンズの奴らに。トクリンさん、ビバリーヒルズワーフに。そいつはヘブンズの。わかりました。あのビバリーヒルズ、悪い、ヘブンズの連中。わかりました。ギャンブルか。この海運埠頭にはギャンブル場がたくさんあるんだ。まあ気長に探してみなよ。そうか。での勝負だ。大将で儲けた奴はいねえのか。おう兄ちゃん、やってかねえか。ああ、やろう。おい、来た。でいくらかけるんだ。さあ張った、張った。ここだ。よし行くか。もう一回どうだい。このままじゃ帰れねえだろ。またにするか。もう諦めんのかよ。すいません。なんだい兄ちゃん。この辺でヘブンズを見かけませんでしたか。連中なら八番倉庫によくいるぜ。八番倉庫。夜の7時過ぎによく集まってるみたいだぜ。夜7時過ぎ、八番倉庫。わかりました。八番倉庫って。出て右に、右に行くんだ。赤いシャッターの倉庫だよ。赤いシャッターの倉庫。あの倉庫の周りを回れば入り口はすぐ見つかるはずだよ。わかりました。行ってみます。仕事はしてるのか。え、いやそれは今はちょっとね。そうか、俺と同じか。それがどうかした。いや聞いてみただけだ。あ、そう。じゃあさ、どんなタイプの女が好きなんだい。別に。あんたってつまんないね。悪かったな。うん、なんか嬉しそうだな。どうかしたか。別に。ジョイ、ねえ、あたいのバイクで飛ばす。そんな暇はない。分かってるよ。でも気晴らしにさ。気が向いた時にな。けっ、すいません。なんだい。
兄ちゃん、兄ちゃん、入っちゃダメだ。ほら、出て出て。そこは通れないよ。その先は危険物扱ってるから入らないで。 兄ちゃん、よっしゃ、もう一回。どうだ、また今度にするよ。気向いたらまた来てくれや。 8番倉庫、ここだな。7時まで待ってみるか。
子だな。お前何の用だ、この倉庫は。ヘブンズというのはお前たちか。何だったら何だってんだ。レンという男を探しているんだ、会わせてもらえないか。このガキふざけてんぜ。レンを探している。ああ、会わせてくれ。なんだよ。このガキ口の利き方を知らねえらしい。レンさんを呼び捨てにしたらどうなるか思い知らせてやるぜ。レンさんに用があるってよ。そう、通りな。気がついた。うん。
なんであんな無茶したんだよ。ヘブンズのレンという男を探してるんだ。え？ここは？俺の家だよ。ビバリーヒルズワーフの海の上さ。ビバリーヒルズワーフ。まだ動かない方がいいよ。今日は無理しないで泊まってきなよ。すまない。